東北地方を横断した台風5号は今日未明に熱帯低気圧に変わりましたが、道内では明日にかけて大雨になる恐れがあります。千歳から中継です。はい、千歳市の支笏湖温泉です。傘を差していても足元が濡れてしまうくらい強くこの時間も雨が降っています。ただ風はほとんど感じません。朝はですね、この辺りほとんど人がいなかったんですが、少し人の姿も増えてきました。現在は天候の影響で観光船は運休しています。支笏湖畔では午前11時までの24時間に 96.5 ミリの雨が降り、伊達市大滝では 98.5 ミリを観測しました。台風5号は今日午前3時に熱帯低気圧に変わりましたが、道内は大気の状態が不安定となり、明日にかけて警報級の大雨になる恐れがあります。これまでに JR と空の便に遅れや運休などの影響は出ていませんが、フェリーは仙台から苫小牧に向かう便など一部で遅れが発生しています。明日午前6時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、日本海側南部で120ミリ、太平洋側西部で150ミリと予想されていて、気象台は大雨による土砂災害や低い土地への浸水、河川の増水に注意を呼びかけています。